女子力上げます。どうやって上げる？まあ、痩せて可愛くなって、長年彼氏がいないんで1ヶ月1キロで、3ヶ月で3ヶ月ぐらいで伸ばしてもらう。お前って5キロじゃん。5キロ、うん、3ヶ月で。ああ、そうですね。待ってます。はい、はい何それ。最近偉そう偉そうってこういう感じなんですか。あ、僕じゃないです。めっちゃ来るじゃん。ああ、僕もちょっと。ああ、綺麗。間違えた。綺麗がすごい。お疲れ様です。お疲れ様です。聞こえてるかな音。なんかピチピチしてさ、さっきから奇妙な音がずっとさ、外からピチピチ聞こえるんだけどさ。ピチピチ聞こえます。ちょっと見に行ってみます。見に行きます。怖くない？怖い。何やってるんですか？豚バン。豚バン。気づいた気づいた。何やってるんですか？一つ聞き一つ聞き。何やってるんですか？お疲れ様。何やってるんすか。めっちゃ聞こえる中でピチピチピチって。いや、それは見たら分かるけど。あのダイエット？そうですそうです。まだやってますか。まだやってます。ちょっとやってるんだ。ちゃんとやってます。じゃあちょっと二重跳びしてみてよ。え、できます？いやー、微妙。いやー怖え。行きますよ。おお。何やねん。アイランドさん落ち込んできた。最近停滞期で。停滞期？ダイエットの？はい。だからもう追い込もうと縄跳び持ってきたんですよ。会社まで追い込んでるわけね。はいはい。え、なんか歩いてきてるって言ってましたね。はい。今日歩いてきました。やば。それ続いてるんですか？まだ。続いてます。何分ぐらい？約30分ぐらい。予防。あのさ、運動とか得意じゃん。あ、そうですね、はい。あの、聞いたらなんかいい運動アドバイス。若くてさ、まだスタイルがさ、バッチリの子にさ、いいエクササイズ教えてもらうからさ。待った、しまった、ごめん、もっと若かった。やばいっす。やらかした。やばいっす。緑ちゃんより下だった。やばいです。ちょっと前まで監督の話されてた。じゃ、監督がすごいんだって。あります。え、みどりちゃんより下に見える？見えんくない？そう、貫禄があるのよ。お母さんって感じ。確かにお母さん感ありますね。ねえ、本当ですか？子供2人ぐらいそうだよ。そう。お腹じゃなくて違うの。何を言う。お腹で判断してません。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。この異様なメンバー何ですか。異様っすね。すごい、なんか一人サングラスの人多いし。すいません。前髪ができてる。そうだよ、そうです。イメチェン作りました。可愛いよね。似合ってます。イメチェン、ありがとうございます。ということでね、顔出しをさせてもらおうと思ったんですけど、交渉失敗しました。失敗しました。顔出しはまたいつか。いつかね、いつか、いつかっていう言葉、そこしっかり残しとこうね。そうですね、うん、今日は違うんですよ、グッチーのね、さっきの縄跳びからのね、はい、そうです。停滞期？停滞期なんです。ちなみになんだけど、はい、そう、ダイエットいつから始めたんだっけ。3月から始めて、はい、いつから停滞期入ったの。3月どういうこと。いや、違いますよ、3月8日に始めたんですよね、確か。そうですね、3月8日から多分15日ぐらいまでは頑張ってたと思います、うん、いや、お昼毎日だって野菜だったじゃないですか。あ、そうですね。そうなんだ。でもお酒も飲まないって言って、結構頑張ってたんですよ。もともとお酒飲んだりするの？結構毎晩飲んでました。あ、でもそれじゃあやめてるんだ。やめてます。今も？今も、お、あ、それはやめてるんだ。週休みの前だっけ。だっけ。だっけ。でもお酒飲めるだけでもだいぶ痩せるって言うよね。だいぶ違うんですけど、食に走っちゃうんですよね、多分。逆に。あ、逆にストレスみたいな。そういうこと。まあ、なんか口寂しいなみたいな、なんか小腹空いてくるなみたいな、食べちゃえみたいな。で、停滞期。停滞期です。3月からずっと停滞期。今何月だっけ、ちなみに。今もう6月入りました、ね、停滞期ってそんな長いのかな。いや、聞いたことないですね。長ないよね。聞いたことないです。長っ。一回ガンって下がって
調子乗った調子乗っちゃった部分もありますし乗っちゃった部分もありますまあ落ち着こうってなった時もありますし今じゃあさこのその時のマックスがこの体重だとして、はい、ガンって下がったじゃん、はい、今はこうなのグラフでいったらグラフでいったら上がってるよ緩やかに緩やかに右肩上がりです右肩上がりですガンは何キロガンはそうだ、ね、最高2キロちょっと待ってあんまりガンじゃないよねそれでかいんですよそれが大きいんですその2キロがなんていうんですか言い方悪いですけど太ってる人たちからしたら2キロってだいぶでかいんですよでもさ3月から始めて、まあ、3月に停滞期入ったんだよねでその2キロは一体どこで落ちたの2キロはもう3月からゴールデンウィーク明けまでかなあその中旬じゃあ2ヶ月ぐらいかけて2キロ落ちたってことまあ全然ガンじゃないよねめっちゃゆるー緩やかに下がって緩やかに上がってるんですか今そうですガンって言って停滞期になってガンって言ってないってガンっていけてないそれ3月のスタートから考えたら現状あんまり変わってないってことだよねきっと暑いそういうことだよねで今 何中なんですか今ダイエットしてるんですか？ダイエットしてます。継続はしてる。継続はしてます。何今は何ダイエットなの？縄跳びと思い込みダイエット。それ何ですか？思い込みダイエット。ダイエットって初めて聞いたんですけど。本当ですか？思い込みダイエット。私を痩せる、痩せる、痩せるって思うの？痩せるっていうより姿見見て、あ、痩せたって言うんですよ。ほう。まあ下着姿になって、うんうんうん、全身立って、あ、お腹へっこんでない？え、痩せたじゃんみたいな鏡に映る自分に問いかけて問いかけるんですそうってめっちゃ面白いじゃんそれじゃあそれメイン武器で戦うのじゃないですよねでもうん、メインではないですでもそれしかでも、と縄跳びってなんで縄跳び今日始めたんですよね今日、ってことは、まあ、今までずっと言い聞かせてただけでもちゃんとお食事も豆腐と納豆とか野菜メインのものは食べてますちゃんとすごいね本当に本当に本当に1日の何食1日1日2食ですえ朝は朝昼晩昼晩です朝は食べないんだ朝食べれないです食べれなくなっちゃいました、ね、でもさっきおにぎり食ってる時さっきおにぎり食べとる歩いてくる時は食べれるんですよお腹すくもんねそお腹すくもんねちょっと待って会話になってますこれむちゃくちゃこれボスにならん大丈夫あれ一回してきました、はい、おにぎり食べちゃいますよね、はいはい、でそこからまあ仕事が始まりましてお昼ご飯、はい、お弁当お弁当だっただりコンビニだったりそれまずダメだねコンビニダメだねはいはいちょっと行くんですか、はい、よく一緒にコンビニ行くんですけど、うん、よく唐揚げも食ってますめっちゃ転校するやんいや絶対のか確かにどっちなんだいでも今のところ痩せたいところ一つもないけど確かになんかチョコ買ってきてましたねじゃあどっちなんだい本当にチョコは買いましたけどもう3時のおやつって大事って言いますし待ってじゃあ間食も含めたらあ間食含めたら4食ですおお4食昼あじゃあ朝昼おやつ晩ご飯晩ご飯食べた後は食べないの食べないですそういうとこは食べないよねなんだろうね寝るに走りますやっぱなんかあれじゃない食べる回数もそんなめちゃくちゃ多くないし食べてるものも気にしてるなら運動を増やすしかないんじゃない、うん、確かなんかないの運動はなんかダンスとかしてますあなんか前言ってたあ言ってましたね40分間のエクササイズみたいな感じってことエクササイズみたいな感じですそれはいつやってんの夜ご飯食べる前です、うん、あで夜ご飯がっつり食べちゃうわけだいやそサラダメインの料理です足りるのそれでまあ足ります動いた分なんか食欲失せるっていうかああ朝は動いたらお腹空いておにぎり食べちゃうのにねなんか言うことなんだけど運動の種類が違うんですよねガッツリ動くガッツリそういうことね多分でも最近ですよねなんかまた
頑張り始めたのって、うん、最近一時期やばかったっすよね。4月5月全然やってなかった。毎日シートデーって言ってましたもん。毎日シートデー。たまたま社長があのケーキとか買ってきたりとかしてた時あったじゃないですか。クレープとか、クレープとかおやつって言ってね。そうです。で最初はあダイエットしてるんで大丈夫ですって言ったとしても、なんかもうそれがなんストレスみたいな。なんかもうケーキケーキしか脳内がないんですよ。なんかがクレープみたいな、食べたい食べたいみたいな、よだれ止まんねえみたいな感じになって結果まあちょっとでも食べようかなって思って食べちゃうとか、一個ペロッと食べちゃう。そうなんです、いつの間にかないみたいな。そうなんですよ。教えてもらったら。あ、教えてください。でも歩いてるし、ダンスもしてるし、縄跳びもしてるんですよ。食事制限もしてる。あ、思い込みまでやってます。ちゃんと。なんで痩せた？確かになんでだろうな。十分な運動はできてる。募集したらなんかあのいいダイエットみたいなさ、確かに、ね、あの簡単にできる。だよね、手軽にまずできて継続できる、ね、そう継続しやすいものがいいよね、うん、確かに。なんか募集お願いします。簡単で痩せやすくて持続しそうなものお願いします。楽する気満々。いやでもその分私も頑張るんで。ちょっとなんか写真貼り出したら会社に。じゃあ、あ面白そうですね。何ヶ月経過みたいな感じ。何ヶ月じゃ多分ダメだわ。だって減ってないもん。そもそもそうでした。変化なしだもん。1年回った時に前の月前の年の月貼ってもバレなさそうですよ。今の目標は次の目標は近しい目標でいいですか。現実的なのがいいよ、ね、きっと。あそうです、ね、だってあとじゃあ10キロ痩せますって言ったってさ、はい、今の話聞いとったら多分1年じゃいけんよ。確かに。そうだよ、現実的な数字でいこう。3ヶ月に3キロよし痩せます。じゃあ今6月だから9月、うん、で1ヶ月ごと出したいですけどね、ぶっちゃけ。あ確かに確かにね。あじゃあさいいじゃん、もうみどりちゃんか私かどっちかにだけ体重の変化を見せてもらおうよ。あだってじゃなきゃ実際わからんくない。こんだけにとっても1キロ痩せましたって言われてもどこがってなるでね、うちらからしたら。確かに分からんもんね、1キロの変化って多分。そうですね、そうちょっとこの辺がとか言われたらさ、分からんじゃん。応援はする。お願いします、はい、すいません中身応援する。回してやってないですよ多分。やってますちょっとぜひ皆さんお願いします。あのなんかいいものがあったら、はいね、そうです。続けれそうな、とりあえず簡単なものからがいいね。楽なやつ。そう、楽なやつって言っちゃダメ。楽なやつってさっきめっちゃ言いましたよね。楽してやめようよ。言ってましたよね。継続しやすいものだね。そうですね、継続しやすくて、はい、家とかね、その職場のちょっと休憩中とか、どこでもできるようなものがいいね。ぜひ何かあったら皆さんコメントの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。3ヶ月で3キロ痩せます。頑張ります。なんで噛んだの。なんて言おうと思って。皆さん応援の方よろしくお願いします。お願いします。佐々木ファミリーチャンネルもお願いします。お願いします。全部ね、あれあそこもね、大谷ちゃんのチャンネル、ね、足場班のチャンネル、はい、佐々木ファミリーチャンネル、はい、マネリカや道場も、はい、いいねとコメントたくさんお願いします。お願いします。じゃあまた見てね。